ところでママ、本当ここだけの話、傷つかないからもう正直に言ってくれていいんだけど、結婚相手に俺って早っ！やっぱ年とともにそういうのを諦めつつあったんだけどさ、ようやく春が来そうなんだ。どうも皆さんこんにちは、柿花英二役山口勝平です。最初このオッドタクシーお話しいただいた時に、キャラクターが、猿の役でっていう風に聞いてたんで、で、まあ、なんとなくこうタイトルの印象っていうかですね、とあのキャラクターの見た目の印象で、なんかこう動物もののほのぼのとした作品なのかななんて思ってたんですけれども、いざ実際あのアフレコに入ってみると結構あのストーリー重視のなんかまあドラマ性のある作品でですね、なんかそこのギャップがすげえなって思いながら、はい、あのアフレコさせてもらってました。そうですね、やっぱりアニメーションに声を当ててくっていう時に、まあ、通常の芝居よりもやっぱり二次元のこうキャラクターに声を吹き込むということは最初から2つ3つぐらいテンション高いところからやるんですけれども、でもまあ、これはドラマ重視の作品ということで、できるだけナチュラルなお芝居をしてほしいという監督さんから の要望がありましたので、その絵がやっぱ動物キャラで可愛いんで、ちょっとこうついついやりたくなるんですけれども、そことのこうさじ加減っていうかですね、そのいわゆるじゃあリアルな芝居って何なんだろうみたいなことをすごくアフレコの間中考えながらやらせてもらえる作品でしたね。そのなんかリアルとなんかただ喋るだけっていうののこう差って何なんだろうみたいな、なんかそういう意味ではなんかすごくアフレコしながらなんかまたちょっとこう違う色貴重なこう経験というかもさせてもらえたような気がしますね。もう柿花はですね、本当普通のおじさんです。もう本当にただまあお昼働いて、夜は行きつけのまあ小料理屋さん行って、まあ、ちょっとそこのママのことが気になったりねしたり、なんかまあなんか可愛い女の子となんかこういいことならないかななんて思ったりして、本当に普通のおじさん、普通であることっていうのがなんかすごく楽しかったですね、やってて。なんかそのなんか自分自身にこういろいろ置き換えてってみて、なんかこう自分ももうこういうそういう年なんだよねなんて思ったりしながら、なんかわかるわかるとか思ったりしながら、割と柿原はだからお友達になれるんじゃないかなっていう感じのタイプですけれどもね。そうですね、やっぱりその一見その動物キャラを用いて、まあ、ちょっとこう重めの作品っていうか、まあ、テーマというか重めのストーリーを展開するっていう、まあ、そこだったら割と今までにもこういくつかあったんじゃないかなと思えるんですけれども、オッドタクシーのところで僕すごいなと思ったのが、その動物キャラでやらなきゃいけない理由っていうのがあるんですね。その単にそのストーリーのこう 重いストーリーをちょっと軽く見せるがためにこう登場人物のキャラクターを全部動物に置き換えたとか、そういう作り方じゃなくて、なんで動物でなきゃいけないかっていうこの理由があるところがですね、いや本当に面白い。それを聞いた時にはああなるほどなって思いましたし、すごいなと思いました。はい、まあそれぞれの登場人物がこういろんなこうちょっとしたことにこう巻き込まれていくわけですよ。でそのちょっとしたことに巻き込まれているその端々がちょっとずつぶつかってて、そのなんていうんですか、集合体みたいな部分ができてって、なんかそういう作品なんですね、オッドタクシーっていうものが。なのでその、まあ、それぞれのキャラクターのその関わり合いっていうか、その何でもないようななんかこれ何だったんだろうと思うようなことが後になって回収されたりもするので、すごいなんかそういう部分もね楽しんでほしいなと思いますね。僕自身ですね、この作品に参加させてもらって本当に楽しかったです。毎回毎回アフレコをしながらなんか随分悩んだりもしながらね、やってたんですけれども、まあ、それだけに自分自身も完成がすごい楽しみな作品なので、本当に物語端々までですねすごい伏線張られてますので、最後まで楽しんでもらいたいなと
思います。よろしくお願いします。小戸川さんは好きな人いないの？いないよ。もったいない。恋すると人生楽しくなるよ。どうだ小戸川、眠れてるか？昔から変だよあいつは。他人が嫌いで皮肉屋で、両親に捨てられたんだ。そりゃ歪むよ。ほなお前感情コントロールできんのかい？そんなんできたら片思いとかこの世からなくなるやろ。なんやおもろいやんけその感じ。もっと公共の電波に乗せていけよ。そういうのそういうのがおもろい言われてもどうしていいのか分からへんねん。その追い詰められて開き直ってる感じや。あんだけガーン言われたらそりゃそうなるやろ。運転手さん、こいつ中学の時ね、女子と殴り合いの喧嘩してるの引き分けよったんすよ。バズりたいんですよ。 SNS でたくさん拡散されたいんです。本当にしょうもないことに時間かけてんだな。ここでニュースをお伝えします。東京都練馬区で女子高生の行方が分からなくなっています。深夜自宅から外出した後、あのタクシーの運転手なんつったっけ？小戸川ですか？小戸川なあ弟よ、あんなタクシードライバーの言うこと信じちゃいけないよ。そうだよな、なんて言ったってタクシードライバーだもんな。そうさ、あの憎いタクシードライバーさ、嘘だって平気でつくさ。あれから俺の人生は狂っちまったんだ、お前のせいだ。誰かいるの？